ちゃんこんにちは、競馬の神様いらっしゃい、玉ねぎさんこんにちは、みずむさんはじめまして、いらっしゃい、自慢の姉だからなやって、じゅんくんフォローしました、あれフォローずっとしてるやん、いらっしゃい、じゅんさん200回目の訪問やん、やば、ありがとうじゅんさん、ナイス、イエイ、スペインじゃないよ、東京、弟くん舞台おいでよ、やみち、やっほーやんちょくりさん、プテキアさんこんにちは、てか制約にはね一番一個上なのにおかしくないのすごいって、ありがとう、ありがとうございます、本当ですか、頑張りたいと思っている所存です、これからも、これ何、ブンディア、いい日、アカウント2個あるから実際もどうしてそっか2個あるんか、アカウント、みっちゃんさんこんにちは、2013年に高校卒業ですか、ちょっとわからん、聞きます、競馬の神様さんファンレベアップ大丈夫、ありがとうございます、何年に卒業とか覚えてますか、皆さん覚えてない、たまにいるよね、何年に何したみたいな完璧に覚えてる人、私全然わからへん、何年に生まれたしか覚えてない、昨日会社の野球の練習、すごい会社の野球部とかあるんや、すごい、なんか前確か言ってたような気もするわ、すごいですね、仲良しさん、聞き合えたか、またね、いってらっしゃい、頑張って、鍋ちゃんいらっしゃい、うんちが卒業した日しか覚えてない、私が卒業した日、高校 NMB、すごいよ、私のやつだけ覚えてるの、自分のは自分のは覚えてない、友蔵さんお疲れ様です、昨日保育園入園したって、ベイビーやん、めちゃくちゃベイビーやん、そんな、でも保育園って結構何好きにいろんな年から入園できるしね、高校知ってるわけがないでしょ、高校の話してたでしょ大学の学籍番号が入学式も続いてからお礼しなかったらそれが高校卒業、ああなるほどなるほど、でも大学の学生番号も覚えてない大学の学生番号、大学卒業してからも覚えてる、普通覚えてるんですか、ごめん知らんくて、トンから動けませんタンパク質いっぱい取りましょう、筋肉痛早くなるから、タンパク質、あとは適度なストレッチとお風呂浸かるとかもいいですね、今日さ本当は今からコインランドリー行きたかったんですけど絶妙に時間間に合わんなと思って、コインランドリー行った方あり、います、最近覚えてません、覚えてないよね、コインランドリー行ったことある人、コインランドリー行って入れてからどれぐらいで出来上がるっけ、どれぐらいで出来上がって帰れますっけ、大学の学籍番号は大学のパソコンにログインするときに1000回以上使ったから一生忘れられなるほどね、そっかそっか、ありましたね、確かに私はもう忘れたけどな、コインランドリー使ったことある、どれぐらいかかるっけ、1000
洗濯してなんか10分20分乾燥とかして帰ってきた場合、なんか多分今無理やから確実に帰ってきてからになるんやけど、帰ってくるのちょっと遅めやしなみたいな、洗濯すぐ時間終わる、乾燥までするのに時間かかる、1時間ぐらい見てた方がいい、あ、だいたい30分、やっぱ1時間ぐらい見てた方がいいってことか、昨日のうちに筋肉痛きてるかまだまだ若いみずみさん、だるまさん100ナイス、せーの、だるまさんが凍るんだ、ナイスです、ありがとうございます、若いですよ、まだ、じゃあ1時間ぐらいかかるか、やっぱり洗濯乾燥でね、かかりそう、乾燥は1時間じゃ終わらない気がするやって、マジで、でも軽めに乾燥しといてまだ濡れてたら家で干したらいいよね、だって、やっぱ帰ってきてからか、帰ってきてからするしかないな。こんにちは、カズさん、ゆうやくん、さっき広尾で一度は行ってみたいのが桜田ファミリア紹介です、おー、もう何度も行きましたよ私、桜田ファミリア、この間一人で行こうと思ったけどそれは行かれへんかったけど、最近行ってないけど、桜田ファミリア任せとけって感じ、乾燥だけで1時間もかかる、でもなんか10分単位の乾燥とかやねん多分、だからお値段をこう何調節して30分ぐらいで終わるようにして帰ってこればいけるかなとか思ってんねんけど、無理かな、洗濯はとりあえず30分ぐらいってことですよね、家帰ってきて弾丸で洗濯行って、で弾丸でそのままの足でジム行って30分ぐらいして、で行ってもう一回コインランドリー行って、で乾燥ボタンピッピーして、ほんで家帰ってきてシャワー浴びて取りに行くとか、早く寝るための計画、よしのりさんこんにちは、そういう感じ、やばいな、昨日のうちに行っとけばよかったな、洗濯昨日ならまだ余裕あったのにな、早く寝れるやん、やったーとか言ってたやんな、わーミスったな、濡れたまま持って帰るのちょっと重いし、すぐ干さないといけないから大変、まあまあ確かに確かにね、それはそうだね、のぶろうさんこんにちは、わたくんこんにちは、いでまるもとひろさん、ずかさんこんにちは、やっぱじゃあ乾燥まで1時間ぐらいした方がいいですか、でも10分200円とかやったらさ、乾燥もしかして1時間やったら1000円ぐらいかかる、今日もいい日になりますように、結構かかるよね乾燥、ほんならあれアイライナーがないんだが、どこ、私のアイライナーどこ、ずーちゃんこんにちは、くしゃみ
ちょっとアイライナーどこ行った、こっちか。 HKT さんこんにちは。今日も可愛い。本当？またメイクと違うやけど。コインランドリーの話をしてました。コインランドリーに本当は朝行きたかったけど、あんまし時間ないことに気づいて、で稽古行くからさ、なんかバタバタしたくないから帰ってきてから行くことにしたんですけど、でもコインランドリーって大体入れてから出来上がるまで何分かかるっけとかって言って、今日はあんまし寝られへんかなーってお話ししてました。玉ねぎさん1周年おめナイス、ありがとうございます。これが消えるまでいつも送ってくれるようとして、会計待ちあと90人、どういうこと、何の。玉ねぎさんハートナイス、ありがとうございます。よいしょ。消えるまでは送ります。おわ、毎日送ってくれるんですか、お強い、お強き。でももう消えるか、そろそろさすがに。ご飯も食べていきたいぞ。シェーディング塗りまくるやつ。エミジの配信で今車止めてたけど、ずーちゃんの配信トイレに駆け込んで全然仕事してない、怒られるで。ずーちゃんの配信も駆け込んでるんや、怒られちゃうよ。でもこれで玉ねぎさん休めるからよかった。ダイソーナウ？お、何買うんですか、ダイソーで。いいな、私もダイソー行きたい。キッチンペーパー欲しいです、ダイソーの1個単位のやつ、3つとかいらないんで1個だけのキッチンペーパー欲しいです。こんにちは、ひまわりセブンさん、ヨイチさん、まつげ上げてます。まつげ上げてます。よいしょ。まつげを上げて、よいしょ。最近まつげが下がってきてたんでね、毎回毎回上げておりますよ、きちんと綺麗に。わたくんファンレパップナイス、よしのりさんファンレパップナイス、ありがとうございます。よいしょ。まつげぬりぬり。皆さんお昼ご飯もう食べました？まだやんの？さすがにまだ？今食べるとちょい早い？お
腹空いちゃうから。お、渋谷でつけ麺なうやって、めっちゃいいやん。つけ麺って美味しいですよね。最近私よくつけ麺食べるわ。お蕎麦のやけど。お蕎麦つけ麺、なんていうんやろあれ、わかんないけど。お蕎麦のつけ麺を最近よく食します。ラーメンのつけ麺のちゃんとしたね、つけ麺みたいなやつも食べたい。ジュージーちょっと待った。ややこしい？お昼にはちょい早い？あ、11時回ったとこやしな。病院来るのにモバイルバッテリー忘れた。うわ、充電なくなっちゃう。うん、病院結構ね、待たされるからな。大学外で用事あるからメンタル良好よかった。大学からちょっと出れたらやっぱ落ち着くね、気持ちね。よかったよかった、メンタル管理ができてるようで私は安心やで。本当にね、大変そうやからマジで。ゆうやくん無理しやんでな。この前7時間待ちやって、やばやばいね。でも病院なんてどこもそんなもんなんかな、もはや。ミラクルケイさんこんにちは。でもその制度どうにかしてほしいですよね。病人やねんからさ、病院行くのにさ、そんな待たされてたらなんか疲れて気狂いそう。あ、やべ、額についたマスカラが。レンチンしていい？ご飯。こんにちは、ビクトリーさん。ミラクルケイさんもこんにちはって言ったっけ、私。本当の先生、病院診察に突発的に来る入院中の患者いっぱいあるしなって。忙しいんすよね、でもね、確かにね。ちょっと待ってな。西谷川管理ありがとう、モネギさん。酵素ドリンク作るな。仕事頑張ってきてる、モネギさん。いってらっしゃい。いってらっしゃい。よいしょそろそろ働かんとやばいぞ言うて。早稲田大学隣のなんちゃら出身。早稲田大学の隣に何大学があるのか知らないな。お酒じゃないよ、酵素ドリンクだよ。お酒よりよっぽど健康にいいわ。あ、コスモライトさんこんにちは。
美味しい。バカ大学です。そうなの、馬都市かバカ大学。はんぺんさんこんにちは。納豆バカユニバーシティ。おバカさんなの。冷蔵庫が逆開きだな。だって違うん、冷蔵庫って向きがあるんですか。ヘアアイロンナウ。バーとカーの後ろにダがいる。実は賢設定。賢設定？バカボンのパパ？まあ大学行ってる時点でまあまあ頑張ってる方やと思うけどね。入学できてるから。ピーポーピーポー多いねここ本当に。なんか怖いな。髪くるん。どう？いい感じ？名前呼ばれ、名前書けば入れる大学？たくさんあるよね。本当？そうなんですか？知らなかったよ、そんなの。東京？私東京の大学本当有名どころしか知らない。大阪民なんで。まっすぐなってる？わかんない。鏡なんかから。てると信じよう。マスターさん100回目の訪問です。ありがとうございます。塗ってると思う。
ると思ってたやつがないじゃん。しゃあないな。みんなちょっと待ってな。待ってな。よいしょ。すいません。すいません。ひらきさんこんにちは。目的のものなかった？ダイソー？私は高校から直接大学でした。ああ。なるほどね。それいいな。え、高校ってじゃあ私立ってこと？それって。こんにちは、エラッチさん、ゆっこさん、こんにちは。おらん、ごめんな。メンヘラさん、いらっしゃい。ガサガサ。ご飯を食べたくて、ご飯をちょっと準備しておりました。すみません。ダイソーのペンライト、8色切り替え、すごい。100円？それで100円なの。こんにちは、ウィフさん。300円。こんにちは、たけしさん。よいしょ。こっち、あー、やばいやばいやばい。あー、ピピ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 。ピンチ。納豆、納豆地獄。階段の上に落とすなよ。ゆかさんからもらったラー油をかけるけども、よいしょ。スライド？あ、ウーカメの博士さん、お疲れスタンプです。ありがとうございます。これぐらい？粉ラー油。よいしょ、いただきます。うまっ。きのこスープ、いただきます。
静かなご飯タイム。しみる。これはキノコスープです。レトルトの。大阪からね、買ってきてたの。粉ラー油の消費量が多すぎてる状態、いっぱい使ってるってこと？美味しすぎて何にでもかけちゃうみたいな。何流してるんやチョコレさん。すぐなくなりそう。粉ラー油LED テープライト。なるほど。とっちゃんさんこんにちは。それ100円なん。つけ麺完食お腹いっぱい。あ、いいですね。ゆうやくん。大きい店舗行かないと。ん、今日暖かいですか？よっしゃ、ヒートテック着てなくてよかった。これに上ジャケットとかでいけるかな。え、なんなら熱い？納豆ご飯、普通の今から食べるのはね。混ぜ混ぜ。さっきのはキノコスープ。なんなら熱いですよ。だってマジですか。いいの、なんか作る。いいですね。私レトルトとただの納豆ご飯を食べるだけですが。73、やば。電池持つ？納豆ご飯です。いただきます。うんふん、うんふん、うまっ。粉ラー油もっとかけよう。あ、はじめましての方こんにちは。ご飯食べてます。納豆ご飯。あ、やばいやばい、ちっちゃ。こんなラー油うまっ。あざとないだってメール来た。マジで？早っ。
外出てきたら画面が見えへん。マジか。マジ桃太郎さんめっちゃ美味しいです。粉ラー油いっぱいかけよう。めっちゃかけたった。こんにちは。うまめっちゃ早いやん。マジでマネージャーさんから連絡来るかな。ワクワク。うまっ。粉ラー油粉ラー油うまっ。追加しますって書いてるわめっちゃ美味しい。うん、みんな買った方がいい。うん、パックのご飯神ですよね。お腹いっぱいあったらゆうやくん食べたくなってきたって。うん、探してみてください。ごめんなさい。もぐもぐタイム。高いけど美味しいって。めっちゃ美味しい粉ラー油。まあ納豆がいい仕事してるのはもちろんあるけど、めっちゃ美味しい。あの納豆の良さをさらに引き立ててる。うん、おっきい。うん、つんぺいさんほらありがとうございます。うん、冷ややっこね、おいしそう。これ何にでも合うよ。お茶漬けにも合うやろうし、ラーメンにも合うやろうし。うん、うまっ。うん、ガーリック入ってる。やばいかな私今から。抵抗なんやけどガーリック気にせず食べちゃった。めっちゃ美味しいです。カルディにあるかなって。新潟に柿の種のオイル漬け。絶対美味しいじゃないですか。うん、新潟行かなあかん。 LED やめましょう。うんうん、めっちゃおいしい。カルディにあんのかな。何それすげえなって。うんうん、うん、めちゃめちゃ美味しい。はい感動している。落ちちゃう。うん、ご満悦うん、今日一日頑張れるわ。帰ってからコインランドリーも行けるわうまい、おいしい、めっちゃいい。うん、今度見てみます。アンテナショップ見つけたら。うん、てこさんレベルアップ
で、で大阪まで送りましょうか。もうリアルにこれはあったらずっと食べちゃいますよ私。タコさんこんにちは。レベルアップやで、タコさん。やったやった。時間やばい、押しすぎてゆっくりしちゃった。うん、ガガガさん、いつぶりですか？久しぶりに来たって。白熊さんチラリ覗かれてる。うん、すげーや。うん、柿の種オイル漬け高い。うん、気をつける。新潟お米、新潟お米やって探そう、気になる。めっちゃ肩になんか入ってた。とっちゃんはラブアップネス、ありがとうございます。もう完食ですよ。ミツダさんフォローありがとうございます。新潟といえばイタリアンなん？近々大阪行く。マジですか？私あの4月の26から30まで東京で舞台やるんで、それまで東京やで。私がイベントやるとき来てよ、大さん、大文さん。皆さん東京の舞台来て。4月26から30までです。はい、ごちそうさまでした。いい食事でした。はい、じゃあ稽古行ってきますので、さようならみんな。急に終わるやつ。稽古行ってくるわ。そう、ロングスタイ、めちゃめちゃロングスタイ。来てください。これはい、これです。テンリロンインディアン爆速、めっちゃ急いでる。カメラ目がここにいます。みんな来て。ツイッターに URL 載せてるのでチェックよろ、まあ、帰ってきたらねまた配信するんで、帰ってきてからまた通知来たらよかったら来てください。あのちょっと時間やばいんで急ぎます、リアルに。ランキング読んで終わりますね。いきます。13位またくん、12位よしのりさん、11位たこさん、10位ビリーさん、9位ビビビさん、8位キキマスケバの神様様、神様様って言っちゃった。7位ウイカメンのハコシさん、6位ミズムさん、5位ヨイチさん、4位ナベちゃん、3位ユキオさん、2位プテキャンさん、そして1位は玉ねぎさんでした。ありがとうございました。忘れ物しないようにします。ありがとうございました。結構マジで美味しすぎてゆっくりしちゃった。急ぎで行きます。じゃあね、ありがとうみんな、今日も一日頑張ろう。じゃあ、バイバイ、ありがとうございました。急げ。